に社会は面白さというか、はい、読んでてスラスラこう 読んでいける気やすさっていうのはすごく大事だとは思うんですね、はい、でやっぱり自分はこれ読んでてやっぱすごい面白いなとは思ってて、はい、うん、だから読みやすさでいうと非常にいいかなとは思うんで、うん、武田塾チャンネル。そろそろ大々の参考書終わりましたね。そうですね、終わってきちゃいましたね、これ次どうしようかね。そうですね、もうこれ終わりですか、もう僕らクビですか。まさかね、まあそれこそあの新しく追加する参考書だったり、はい、市販されてるので有名なやつちょっと扱ってみたりとか、ちょっといろいろ企画考えてみて、とりあえずでもまだね、はい、残ってる教科があるんで、ぜひそちらをね、はい、みんなに説明していこうということで、はい、今日もね一冊ずつ紹介していきましょう。はい、お願いします。はい、中堀先生、はい、今日の一冊は、今日は、影山のセンター現代文パワーアップ版ですね。おお、うん、影山先生はこれあれですか、原社も出してるんですか。そう、あと倫理と政権も出してるしね。はい、うん、おお、これどんな感じですか。これはまあ影山先生のシリーズらしく、はい、非常にその分かりやすい説明で、うんうん、まあ何ていうか導入として読むには非常にいいかなと、はい、まあ、センターレベルでもちろんまとまってはいるしね、はいはいはい、うん、ただやっぱり何か問題集とかをセットで使ってほしいかなっていうもので、はい、まあ専用のこのね、あの影山先生が出してるあの問題集もあるんだけど、はい、一応武田塾ではあの即応センター試験現代社会問題集っていうあの清水商人のやつとかをセットで使う、うん、あちょっと大きい水色のやつですね。そう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 、はい、そうあれをやってきつつっていう形ではあるんだけど、はい、うん、これはやっぱりその面白いです、まず読んで、うん、なんか中身カラーでしたっけこれ。そうそう、結構カラフルなんだけど、学研のやつですね、うんうんうん、はいはいはい、で結構ねその影山先生のその書いてる内容っていうのは、はい、若干やっぱ偏りがあるというか、そうのなんていうか扱ってるところの比重がやっぱ全部が全部均等じゃないっていうところはあって、ただその分その詳しいとかやっぱすごい覚えやすいし、プラス何かその網羅されてるやつでフォローしてちょっとあんま詳しくないなってところも補っていかなきゃいけないっていうところがあったりするっていう部分があって、問題集はやっぱ極力ね偏りがないものに言ってもいいんだけど、結構講義の参考書特に社会は面白さというか、読んでてスラスラこう読んでいける気やすさっていうのはすごく大事だとは思うんですね、はい、でやっぱり自分はこれ読んでてやっぱすごい面白いなと思ってて、はい、うん、だから読みやすさでいうと非常にいいかなとは思うんで、うん、まあ、特に現代社会みたいにね、はい、まあ、そんなに多分時間かけたくない人が選ぶ科目だとは思うんで、うん、その中でこう気軽に読んでいける、分厚いけどそんなに苦にせずに読んでいけるっていう、この参考書は非常におすすめですね、うん、なるほど、はい、まあ、原社少ないですしね参考書、うん、はい、そうだね、はいはい、いいですね、はい、わ、はい、かりました。今回は以上です、はい、武田塾ではこれまで紹介した参考書を含めですね、うん、まあいろいろね全部勉強法も含めいろいろ載せてるサイトがあるじゃないですか、はい、いやもう何でも載ってますよあれは、ね、逆転語学 .com っていうサイトなんですけど、それがですね、はい、こちらですね、こちらの方で、リンクで行くことができますので、なんと今回の参考書以外でもねちょっといろいろ知りたいことあるなって人はぜひこちらに、行っていただければと、あとちょっと動画でねみたいなみたいな、はい、あれはこちら、はい、うん、武田塾チャンネルの登録をしてもらえればというところですね。ね、こんな感じで動いてる山尾先生がね、もっと面白い感じでいろいろやってくれてるはずなんで。